ビットコインが16,900ドルの重要レジスタンスをブレイクしました。このまま青箱をブレイクして18,400ドルを突破するのか。本日こちらについて話していきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までご覧になってください。あとですね、本日なんと、はい、こちら見てください。T にテンセットのジョナスと会えたということで、こちらね、なんと、テンセットの元 CEO ジョナスさんとこちら食べに行ったんですけど、なんと隣にいます。 Could you please say please say hi? I'm gonna say okay. Bitcoin, 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 Bitcoin! Hello, ten setters Hello, Japanese samurais and diamond hands. And not hello. Not a good day for the fooders and scammers. Hi, <laughs> to <laughs> <laughs> Okay, thank you, thank you very much. Thank you very much. You can go back to your room. Okay. OK, ーーということで、テンセットのね、ジョナスさんがなんと私の家にお邪魔してるっていうことで、はい。まあ今だけですけど出演。さっきの出演で終わりです。ということでね、まあ、テンセットの CEO もいたということでね、まあ、はい。ということで、早速ね、入っていきたいと思います。まあ、ということでね、ビットコインの分析からね、とりあえず見ていきたいと思います。まあ、見てわかる通りですね、まあ、16,900ドルの このレジスタンスね、注目してたレジスタンスをね、抜けることがね、できたっていうわけで、次、この17,200の青赤がね、注目される感じになりますと。で、見てわかる通りに、この16,900がかなり重要だということがね、ずっとね、動画で話してて、このトレンドラインもブレイクしたことから、まあ、このままね、続落が続くよって話してたんですけど、まあ、このままね、大きな髭をつけて、まあ、そのまま上昇を続けて、 まあ、16,900ドル。一旦拒否したと思いきや、ブレイクしてますね、これ。ブレイクしてるんですけど、まあ、このね、大きなね、上髭をつけてます。ですが、<laughs> 水道の音聞こえますか手洗ってるみたいですね。ですが、ここにもね、上髭ね、見ることができて、上髭を見ることができたんですけど、まあ、このままね、上昇トレンドをね、今続けていますと。安、ま、値、あ、を切り下げてない以上ね、こちらね、まあ、上昇トレンドは続けてますので、まあ、次、 どこをね、サポート確認するのを見ていきたいかと言いますと、まあ、できればね、この16,870ドル台、この重要サポートありますので、まあ、ここをね、反発してほしいっていう感じでございます。まあ、ここ反発することができるんであれば、まあ、17,200ね、見えてくるかもしれないって感じでございます。まあ、確率的にはね、まあ、こっちの方がね、現在ね、高いって感じでございます。まあ、ビットコインね、こちら、16,500ね、こうサポート確認して、まあ、ここで割ってくるかなと思ったんですけど、大きなね、ヒぎをつけて、 ま改正力を示してきたとということで、まあ、一旦ね。これ17000ドル台まあ、一旦ブレイク仕掛けたんですが、まあ、ヒゲをつけてね。まあ、リジェクト拒否しちゃって感じになっております。ただねまあ、こんな感じのロース日足のローソク足で見ますと。と、まあ、明らかにね。やしで16900より上で。 確定していますので、まあ、これ、ブレイクって言ってもね、まあいいと思いますので、まあ、個人的にはですよ次、17,200ドルをま挑戦してくるかなと思っております。まあ、17,200をね、挑戦してね、ブレイクすることができるのであれば、まあ、18,400ね、見えてくるかもしれないんですけど、見てわかる通りね、まあ、これ、超重要レジスタンスなんで、もう6ヶ月間ね、ホールドしてた超重要レジスタンスなんで、 まあもう一回来てもね、まあ、かなりね、ブレイクするのは難しいって感じでございます。ただ、18,500をブレイクするのであれば、上目線に、まあ、変えないといけなくなります。一旦ね。ただ、まあ、今の現状はね、完全にねまだ、まだブレイクしていない状況なんで、まあ、下目線のままでもね、まあ、下目線のままっていうか、ね、下目線のままでございます。とりあえずね、現状としてはね、短期的にはね、いろいろね、ブレイクしたりしてるんですけど、まあ、マクロ的に見たら何の現状も変わっていないんでね。あとね、プラス、 こちら失業率が、ね、昨日発表されたんですけど、3.5%に、ね、減っていってるんですよ。3.7、はい、3.6、3.5%でこちら失業率が減ってるっていうことは、まあ、経済的に見ても、言うたらねまあ、インフレが、ね、40年ぶりの高インフレでマクロが悪くても金融引き締めが続いてたとしても、まあ、失業率減ってるんで、まだ金融引き締めを続,いて続けて行ってもいいっていうわけなんですよ。そういうい まあ、グリーンライトね、まあ、緑の信号、OK サインを、まあ、FRB にね、表示したっていうわけなんですよ。ので、引き続きね、金融引き締めが期待できるっていうことです。まあ、これも曲がっていくかと思ったんですけど、思ったよりもね、失業率がね、低い状況なんで、ま,あ、まだね、 まあこのままね、金融引き締めがね、よりね、利上げおそらくね次 0. 5、次0.5%になると思いますが、0.25%とかね、市場を読み込んでましたが、0.5%にね、結構上昇してきていますので、次おそらく0.5%になる確率ね、高いかなと思っております。またね、FRB がですよ、こちら私のね、ツイッターにツイートしてるんですけど、まあ、このね、疑似用紙で、 えっと23年中の利下げ転換を予想する参加者が1人もいなかったことを明らかにし、粘着質なインフレが続き、金融引き締めが長期間に及ぶ可能性を強く示唆したということで、まあ、個人的にですよおそらく2023年は、まあ、レンジの年、ね、になると思います、まあ。アキュメレーションゾーン、もうずっと、ね、横横の動き。で、これって、まあ、前回の、ね、バブルとかでも、バブル破裂後見えたんですけど、バブルが破裂してから、まあ、しばらくの間ね、横横の動きでした、1年間。 はい、バブルが破裂した後1年間ぐらい、横横の動きでしたということで、はいまあ、そんな感じだったんですよ。ということから、まあ、おそらくね、まあ、バブルって、まあ、これってね、まあ、金融引きしても関係なしに、まあもうそういう、バブルがあった後って、まあ、長い間ね、レンジが必要なんですよ。なんでかって言いますと、まあ、時間と,とも見たらね、 まあ、トレンドって、まあ、そんなね、下がった後すぐ上がるわけじゃなくて、しかも時価総額がかなり大きいんで、いわね、かなりの休憩時間が必要になってくるんですよ、続けて上げていくのには。ので、まあ、大きなね、まあ、トレンド、大きなトレンドあったじゃないですか。ので、大きな加工トレンドがその後あって、まあ、次の上昇に向けて、まあ、レンジがね、始めてくるのではないのかと、個人的には考えているっていうね、状況でございます。ので、2023年はね、ずっとこのチャンネルで話していますが、まあ、買い時に足しになるでしょうと。 まあ話してきていますが、2023年は、ね、おそらく買い時の年になって、まあ、これから、ね、どうマクロが、ね、動いてくるかわからないんですが、史、は、上、いまあ、最高値を、ね、更新してない可能性についても、ね、動画で話しましたが、はい、とりあえず、ね、2023年は大きな、ねまあ、買い時 人生,の人生の買い時って言っても過言なほど、まあ、こういうね2019年2020年みたいなもう大きな機会をね与えてくれる、ね、時期になってくるかなと思っております、まあ、枕ねものすごく悪いんですが今後ねどのような、ね、動向をしてくるのか2023年ね金融引き締めがないとねまあ、ここ明らかにしているところから、まあ、これがもちろんね変わってくる可能性もありますが、まあ、2023年中はね ま、買い時。言ったらね、かなり低い価格でビットコインとかね、仮想通貨をね、購入できる機会がね、あるかなと思うんで、こちらね、引き続きね、注目していきたいかなと思います。あとね、コアインフレがこちら、1月12日、残り5日なんで、まあ、これ何かと言いますと、エネルギーとね、食、食料品でしたっけ多分それだと思うんですけど、間違ってたら申し訳ないんですけど、まあ、大きな変動がある、そういったもの以外で測った、はい、まあ、インフレ指数なんですけど、 コアインフレって言うんですけど、これがね、まあ、かなり減ってきてるわけなんですよ。まあ、6.5、これ6.6%、6.3、6.6%って感じで、まあ、この前なんかね、予想と六してね、6.1%に対して6%って感じで、今回もね、5.7%とね、インフレがね、まあ、落ち着くっていうことがね、予想されていますので、まあ、5.7%になったらね、これね、まあ、インフレがまあ、落ち着いてるっていう、落ち着いてくるっていうのがね、まあ、市場のね、 予想なんですけどね、こちらどうなってくるでしょうか。まあ、7月とかね、こちら、6月にもこういったね、5.9%の数字見えましたけど、まあ、このね、ちょっとね、インフレがもう落ち着いた時にね、落ち着いた時に、まあ、ビットコインが、まあ、一時的にね、まあ、反発とかね、したと思うんですよ、確か。間違ってなかったら確かそうだったんですけど、はい、まあ、10月、見てください、6月ぐらいにこうやって反発してるじゃないですか、7月ぐらいまで。で、8月ぐらいから、 こうやって落ちてきてるんですけど、8月から。なんでかって言いますと、こちらインフレがまあ結構あ上がってきてるやんみたいな。インフレ落ち着いたと思ったら、鈍化したと思ったら上がってきてるやんみたいな感じにね、思われてるんで、これがね、下がってくるか、上がってくるかなんですけど、このまま下がってくるのであれば、一時的にね、このデータを参考にするのであれば、ビットコインね、一時的にね、上げ、 るかもしれないいって感じでございますここでもね上げてたんで。のでね、皆さんね、それちらね、一つ注目していきたいって感じでございます。ただ、1 8 0 0 0のね、もう超重要レジスタンスあるんで、まあ、こちらね、どう反応していくのかね、見ていきたいって感じでございます。あとね、一つ言いたいんですけど、無敵隊の試合あったじゃないですか。これ個人的な話になるんですけど、無敵隊の試合があって、はい。 これ動画出してますけど、ムエタイの試合。みんなね、応援ありがとうございます。なんですけど、これね、今日、ツイッターでね、まあ、数分出してたんですけど、まあ、頭をね、ちょっと痛いんですよね、今も。頭痛くて、殴られた時きに、まあ、どうやらね、昨日 CT スキャンしたら、まあ、内出血したんですよで。脳にはダメージなくて、まあ、今のところは手術必要ないんですけど、だからそれは良かったんですけど、ただ病気の名前は、病気っていうかね、名前はね、外傷性蜘膜、蜘膜下出血っていう、まあ、脳の 周りの膜かわかんないですけど、出血してて、普通にしてたら治るんですけど、ただ、まあ、運動禁止になったんで、試合もね、3ヶ月後に予定してたんですけど、ちょっと延期になるんで、まあ、そうですね、ちょっと練習もね、筋トレもできないっていうね時期がね、1ヶ月続くんで、ちょっと今もね、まあ、痛いんですけど、ただ、なんでツイート消したかって言ったら、あの、今日ね、思ったより、寝て、起きてすぐツイートしたんですけど、普通、なんか何時間かしたら、何時間かちょっとしたら、 いいやん。え、なんか頭治ってねみたいな。ちょっと良くなってると思ったんで、まあ、もうち,、ね、ちょっとね、悪化したらね、報告しようと思ったんですけど、ただね、一応ツイッターで言ったんで、LINE グループと。ので、一応ね、なんで消したんかって思ってる方、何人かいると思うんで、そういう理由です。はい。まあ、大丈夫なんで、ただ、はい。まあ、安静にしておきたいと思い す。まあ、てな感じでね、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、現在のね、ビットコインの相場見ていきましたまあ、最後 BNB とか見ていきたいんですけど、超重要レジスタンスね、これ、あと待ってたとこ来たんですよね、これ。なのでね、ちょっとね、コピートレの方でショート打ちました、ビットゲットの。ちょっとどうなるかわかんないんですけど、損切りね、もう、ちょっとタイトにやってやってるんですけど、もう、ここ、ここですね、ほんま,まにこの高値に損切り置いたんで、どうなるかわかんないんですけど、ただね、ダイバージェンスも見られるってことから、 RSI 切り下げてるのに、えーと、価格切り上げてるっていうね、まあ、加工トレンドを、ね、示す、ね、表示とか、インジケーターとか、まあ、ボリンジャーバンドでも、ね、変わりすぎてるって出てますし、冷やしで。あとね、まあ、なんて言ってもこれ超重要レジスタンスなんで、まあ、ここはね、拒否してくると思ってますけどね、拒否してくると思ってます。ただ、まあ 一応ね、ちょっとタイトな損切りで様子見ていきたいと思います。ということで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ビットゲットね、登録ね、説明欄から登録したら30%オフやってるんで、ぜひ登録していってください。バイビットね、OKX、OK、もぜひ見ていってください。あと、LINE グループ、ディスコードグループ、Twitter ね、フォローしていってください。てな感じでございます。今日ね、ちょっとね、えっと、忙しいんで動画こんな感じですけどね、またね、次回からね、もっと凝った動画作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。イーサリアム見ていきますか、最後。最後、イーサリアム見ていきます。えっ、ー、と、イーサリアムなんかめちゃくちゃ強いですよね、今、イーサリアム。めっちゃ強いんですけど、どう、まあ、ここのね、トレ,ンレジスタンスライン抜けましたね、1240ドルの。これ抜けて、今現在ね、ここのレジスタンス戦ってますね、ここ。1272。ここ、どうですかね、ただね、結構重要なね、1242ドルね、これ抜けたんで。 一時的にね上昇を、ね、試みれるかなと、かもしれません。イーサリアム BTC のもね、これ、三角モチーフ抜けてるんで、はい、まあ、ここを目指してくるかもしれませんが、はい、まあ、今のところね、全体的発想通貨、アルトコインがね、割高だと思ってますので、ただね、何個かね、超重要レジスタンスいますので、そちらも見ていきたい感じでございます。はい、まあ、ここもダイバージェンス見れるんで、イーサリアム。加工トレンドを示してますね。 まあ一時的な上げかもしれないんで、ただね、かなりね、リスキーになってくると思うんで、短期トレードが。リスクを犯したい方とかね、自信ある方はぜひやってみてください。はい。てな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。